それでは囲み取材を始めます。まずは冒頭、知事から発言がございます。はい、カーボンニュートラル推進の取り組みのについてですね、カーボンニュートラル推進の取り組みへのご寄付についてです。で、この間ですね、本日2月15日株式会社三菱 UFJ フィナンシャルグループからですね、大阪府の令和6年度カーボンニュートラルの取り組みについて最大8億円の寄付をいただけるという発表がなされました。これについては三菱 UFJ フィナンシャルグループさんに改めて感謝を申し上げます。でここにつきましては、実は令和4年令和5年度も多額のご寄付を三菱 UFJ さんからいただいております。そして今回ですね、継続的にということで4年5年6年、この万博前にですね、このカーボンニュートラルに向けたチャレンジする企業を応援しようということで大阪府にご寄付をいただいております。そして大阪府においてその補助事業の採択を行っています。三菱 UFJ の皆様に改めて感謝を申し上げます。まずこの貴重なご寄付活用いたしまして、非常に8億円という大きな金額です。令和4年5年度を合わせるとですね、もう20億円を超えるという金額になりますが、非常に大きなご寄付をいただいております。それだけ三菱 UFJ さんにおいてこの万博、カーボンニュートラルに向けた取り組みを進めていこうということだと思っております。令和6年度においてもですね、令和4年令和5年度も行いましたが、この最先端の技術を万博で披露する、そしてビジネスにつなげていく中小企業スタートアップなどの一層のチャレンジを支援をしていきます。中身についてはカーボンニュートラルの実現につなげていくということです。令和6年度の事業概要ですけれども、万博を契機としまして、カーボンニュートラルに資する最先端の技術の実証実装を目指して、いきます。試作の設計開発実証を行う事業者に対しまして、必要経費の一部を補助をいたします。令和5年度に採択した事業を継続的に支援することも行っていますし、令和6年度から新たに新規の事業も支援をいたします。令和6年度の予算額は8億円になります。補助額補助率ですけれども、上限として1億5000万円、下限が1000万円1件あたりになります。そして補助率は3分の2以内というになっています。令和5年度の採択の事例ですけれども、まずこの例えば事例を3つ挙げます。この挙げてますが、省エネ分野において、これらもあるんですけれども、省エネ分野において放射冷却素材の建築物への適用ということで、建築ビル建物にですね、この一定のこの放射冷却素材を覆うことによって、エネルギーコストを下げるということになります。冷房の消費エネルギーを削減する、これは万博会場内外の建物に活用する予定にしています。なので、こういった事業もすでに万博に活用されることが前提に、そういったものが多くあるということです。そして、省エネの分野において、こちら2つ目なんですけど、ステンレスの密封長寿命不燃鎮静断熱パネルです。これは簡単に言うと、ステンレスボトルを思い浮かべていただいたらいいと思うんですけども、このステンレスボトル、技術を使ってですね、食品等の冷蔵のコンテナとか、あるいは保冷のトラックだとか、あるいはそのビル建築物をに沿った保冷コンテナの技術を使うことによって、その万博ステンレスの技術を使うことによって、その冷たさを維持できると、温かさを維持できるというものになります。建築や輸送においてそれをすることによって、このエネルギーの消費を減らすことができるということになります。これは万博関連輸送における保冷コンテナへの適用についても今検討されているところです。そして次世代の燃料分野でいくとですね、例えばですが、この廃食油を使ったリニューアブルディーゼルを実際に工事現場の機材等で実証しようというものです。でこれについてはすでに今万博施設の建築工事の中で使われています。実際に使用実証中です。食油、廃油等を使った、それ由来のディーゼルをリニューアブルディーゼルを使って実際に万博の施設で、の建設工事においてもうすでに使用されているという面でもあります。こういった新たなカーボンニュートラルを使った新たな技術革新
そういったものにチャレンジする企業も多くあります。そういった中小企業を応援をしていきたいと思います。新しいチャレンジを応援していきたいと思います。まあ、そのため の, あ の, この令和6年の予算として8億円を計上し、そしてここについては三菱 UFJ さんからご寄付をいただいた寄付金によって成り立っていますので、発表させていただくとともに改めて感謝を申し上げたいと思います。こういった活動を通じてですね、この万博を通じて多く のカーボンニュートラルの技術が世に広まっていけばいいなというふうに思っています。はい、僕は以上です。